今回ご紹介するのは、この青森の青森の、ん <coughs>、リンゴジュースでございます。J 青年とかが入ってますね。こちらがレギュラータイプです。で、甘いタイプっていうのもあるんですね。いや、世の中いろいろあってわかりにくいもんですね。で、見てみますとですね、こちら原材料は、こうなってます。 えーっとですね、リンゴジュース濃縮還元、えー、リンゴ青森県産酸味料、酸化防止剤ビタミン C、香量ということで 195g 入っております。製造業者は青森県農村根拠農業協同組合連合会、長いですね。広崎にあるわけですが、えー、92kcal ロロでございます。で、甘いタイプ、こちらの原材料を見ると、リンゴジュース濃縮還元、リンゴ青森県産酸化防止剤ビタミン C、香料酸味料、 そして 195g 入っているわけですけど、107kg カわリーということで。現在を見ると、なんか一緒のような気がするんですけどね。一緒ですね。ほとんど、ほとんどっていうか、あの、酸味量が、こっちの方が2番目に来てて、こっち最後に来てるんですよね。なので、それの違いだと思うんですよね。ただ、酸っぱい酸味量が入ってるか入ってないかの違いがこちらですかね。 ユニカジュース新来の青森県産のリンゴジュースです。まあ酸味量の違いでこちらは違ってくるというわけでございまして、皆さんお試しください。では生コミナージュでした。